課長、課長宛てのファックス来てます。うん、はいはい。遺骨くんさ。はい、何でしょう。今俺のところの担当してる個人様がさ、太ってるんだよ。棺に収まるか怪しいぐらいに。ああ、いらっしゃいますね、そういう方。死亡吸引でいけるかな。いや、亡くなってる人にやってるの見たことありませんよ。やるにしてもどうやってやるつもりですか。こう、ドクターフィッシュとかでさ、徐々にこう。いや、徐々に過ぎますよ。いつ終わるんですか、そんなん。いや、ほら、ピラニアとかだとさ、見栄えが悪いじゃない。いや、見栄えどころか骨まで食われますよ。なんで仮装もしてないのにすでに骨になってるんですか。ダメか。いや、むしろどこに行けると思った要素あったんですかね。イコスくん。はい、何ですか。車用車の使用記録出てないよ。あ、すいません。イコスくんさ。はい、何でしょう。葬儀で泣いたことってある。え、まあ一回だけありますよ。葬儀ってのはね、うちらは泣いちゃダメなんだよ。プロなんだから進行しないと。100人のお客のうち100人が泣いてても自分は泣いちゃダメなんだよ。いや、おっしゃる通りですけれども、それでもこう、あれじゃないですか、感情移入しちゃう時ってないんですか。俺は一回も泣いたことないよ。え、それはすごいですね。いつも今日の夕飯何しようかなって考えてるから。いや、棺の前で進行しながらそんなこと考えてたんですか。むしろよくそんな場面で別のこと考えられますね。プロだからね。ところで、イコスくん。はい、何です。車用車の使用記録、距離間違ってるよ。え、すいません。まあ何撮ってんだって話なんですけれども、はい、職場の先輩にですね、自分と課長のこうやり取りが漫才みたいだって言われたんで、漫才にしてみました。事務所だとですね、私が最年少ですんで、こう課長以外の方からもいろいろいじられております。ちなみに課長は優秀な方なんで非常に尊敬をしております。肩の力を抜きながら仕事ができるすごい人です。はい、さて話変わりまして、先日ツイッターで絵を描いている方からですね、モデルの全身図はいただけますかというお話をいただきまして、まあちょっとお写真撮ってみました。そいや、こちらになります。実はですね、表情モーションとか口の動きもあるんですけれども、自分が未熟なのでこううまく動かせていないのが現状です。はい、どうしましょうかね。ちなみに検討中ではございますが、このユニティモデルはですね、無償で公開しようかと考えております。はい、このモデルはですね、こうお話をいただいたプロの方に個人的な相談として、対価をお支払いした上でご好意で作成していただいたものでございます。モデル作成者様の、許可はいただいておりますので、こう折を見てですね、皆様にお伝えできればなと存じております。さて、次の動画ですが、モンスターハンターワールドにしようか、それから PUBG にしようかと、某天使の VTuber 様からですね、お話ございまして、ダンスとかもちょっとやってみたいんですけれども、いかんせん今の状況ですとこう上半身しか動きませんのでね、私こう、悩み中なんですけれども、ご期待いただければと存じます。デビューしてからですね、まだ1週間ちょいなんですけれども、おかげさまでチャンネル登録者数400名、ツイッターフォロワー200名ということで、皆様から非常にこう温かいお声をいただきまして、誠に後人に存じます。応援していただいた方々への、末永いご健康をお祈りさせていただきまして、この辺で失礼をさせていただきます。それではバーチャル YouTuber のイコスでした。